はいどうも、おはようございます。速価塾の久保です。今日は8月9日、朝6時の相場解説になりますけども、えー、ラッキーなお知らせでございます。えー、この動画を上げる前に、FX オリガルヒの方には別の動画を上げておりますけども、その方はもしかしたらね、今、含み息を取ってるところかもしれませんね。えー、というのが、あこういう風なね、動画を上げてるでしょ。レンジの動画。ね。以前は、ここのレンジで推移していたものが、今は、 こちらの方に推移してトレンドとレンジを組み合わせた形になっているよということでした。まあこの辺はね軽く昨日も申し上げたんですけどもじゃあですねこちらの上の方のレンジに入ったチャートの動きが天井に当たって跳ね返って下に行きました。まあ全部下には行かなかったんですけども中頃でまた回復して天井に当たって下に行きましたと。 まあ、ほぼ横ばいのまんま、もう一回上に行ったんですけども、ここでも、トリプルトップを描いて、下の方に行きましたと。そしてちょっとめり込んだんですが、こちらの方は、ああ、この、レンジの中でも上底下程の下程の方に行きますよね。じゃあ、下手ってことはそこで、バウンドして上の方に行くってことが考えられますんで、エントリーをしておけば、今、含め液を取ってる状態だと思うんですよ。え、そして、こちらの側の例もありますんでね。こちらの側も例もありますんで、 えー、精一杯ね、上の方に行くと考えるよりもこの辺で小さな含み益をお確定しといてですね利益確定しといてまた上態なり家庭なりぶつかるのを待つっていう戦術は有効だと思います。えー、ということでね、えー、FX オリガルヒの方で先ほどの放送を見てさらに行動できた方は今含み益ということですよね。 当然私はやってる本人ですからこういう風にして含み益を常に重ねてるわけですけどもねはいじゃあ今後の動きを合わせて冷やしの方から見ていきましょう普段の相場解説に入りますはい、えー、このようにね、えー、デイリーを見ていますけどもデイリー、最近の値動きねちょっと大きな陽線が目立ちますね陰線もそこそこ大きいんですけども 陽線がかなり目立ちます。特に下髭を出しながらの陽線という形になっているのかなと思いますし、今出ている陰線というのはまだ未確定ですけども、ちょうどコマのような形になってますね。まあこのまま右肩上がりのトレンドを、小さなトレンドを見てもいいんじゃないかなっていうのがデイリーの見方です。はい。そして4時間です。4時間はまた特徴的な動きしてますよ。これが4時間なんですけども、あれ ちょっとデイリーですねすいません <laughs> 4時間なんですけどもこれが4時間なんですけどもあのトレンドの話をしましまたよねここで底が入ってトレンドがこういうふうに上がってきてるよともう一個のトレンドはこういうふうにねだからチャンネルラインがあれすいませんチャンネルラインがそこそこできてきたんではないかなってことですよねただこのチャンネルラインっていうのは急速に右肩上がりではなくって下落を繰り返しながら小さなレンジを作りながらなんでそこは気をつけていただきたいかなと1つ目の レンジはこういういな形で、確かに右肩上がりなんだけども右肩上がりに行くまでに一旦落ちてですねそこから材料も込みで大きく上に上がって次のフェーズ次のレンジに行きましたねってことが分析できるわけですよねで今は今ここまでの流れに比べると非常に優しいんですけどもこのレンジの中での動きを考えればいいのが一つ、ね、もう一つはレンジをブレイクした時にじゃあ次のフェーズどこに行くかまだはね算定できてませんけども この辺りに新しいレンジを作っていくんではないかなっていうふうに考えていけばいいんじゃないですか。最初に大きなレンジを見るのは、やっぱりね、ここですよね。ここから横に伸ばしたところだと思います。ここの間でレンジを見ればいいんじゃないかなと、今はぼんやりと思っておきます。あともう一個はですね、どこまで最初のブレイクが伸びるかなんですよ。もちろん先ほどみたいにここでブレイク転換すれば、ボックスっていうのは決めやすいんですけども、そうじゃない場合ね、 例えば伸びたんだけども、この辺りで止まっちゃったと。そしたら非常に小さな横ばいのレンジになると思います。バカでかいレンジになることってあんまり考えられないんですよね。うん。まあ、例えば今までとか以前だったら、このマチレンジっていうのがありましたんで、ここを伸ばしてですね、ここまで伸びるんじゃないかなっていうふうに考えたこともありました。その次はここまで行くんじゃないかなみたいなね、大胆な仮説を大幅で取ったこともありましたけどもね。今は、 一方的なトレンドというよりもレンジを挟みながら徐々に上がっていく形なんで、多分そんなに大きくはいかないんじゃないかなというふうな感覚で今のところ見てます。ここまでよろしいですかね。まあこういうふうにねチャートを見るといろんなこうお話ができる話が展開できる未来が見えるようになるといいですね。でもう一回一時間を見ていきますけども、とりあえず今日考えなくてはいけないのがすでにエントリーされている方もいるかもしれませんけども、このレンジオプションを引いていきましょうということです。 このレンジを打ち破っておそらく上ですけどもブレイクするようなら今度はブレイクについていくってことで先日は決まりです。さあ本日は以上です。次の更新までもうしばらくお待ちください。